そう、最近でもね、秋葉行ったよ、秋葉。秋葉やからさ、ネットとかゲームがフィールドになるわけやん。一応ね、やっぱネットで活動させてもらってるから、もう万が一俺のこと知ってるんじゃないかなっていうその不安がよぎって、もう万が一声で、だるまさんですか？まあでもわかんなさそう。さすがに声じゃん。相当俺の声聞き潰してない。もう聞き潰すっていう言葉があるのかわからんけど。もう聞き潰し倒さん。限りは多分リアルの声でバレることはない。しかも俺現実もっとなんかこんなんじゃないから、もっと綺麗に喋るから。あ、ありがとうございます。俺やな、別にあんま変わらんだわ。でもリスナーみんな聞き潰してる。いやでも言うてもさ、リスナーにもさ、どれだけ見てるか聞いてるか結構レベル変わってこん？なんか今配信見てる人が全員が全員俺のやつを全部見てるかって言われたらまた話がね変わってくるけど、まあ雑談聞きに来る人は見てるか。俺の声そんなわかりやすい？有坂とかわかるのはわかるわ。もうあいつはもう明らかやもん。もう有坂でしかないもん。あいつはどこで喋ろうが有坂でしかないもん。ファミレスとかで自分のテーブルのコップ揺れ始めたらもう有坂近くにおるもん。あいつ声低すぎて。あー、喋り方か。喋り方そんな違うか。え、でも俺こんな俺ハキハキ喋らんよ、リアル。標準語喋れます？喋れますよ。喋れるよ。標準語喋れるよ。喋れるよ。俺が標準語喋るとギャルみたいになっちゃう。俺の標準語ちょっとギャルみたいになっちゃうよね。そうなんだよね、ぐらいしか言えない。わからんのよな、標準語が。え、でもやっぱり、なんか俺標準語に憧れ持ってるから、標準語っておもろいやん、なんか。三重はちょっと特殊だからわかる。確かに実際三重県って特殊よね、喋り方。しやんやんとか言わんもんな。三重県ほどやんを多用する県ないんじゃない？しやんやん。できやんやん。やんやんばっか言うよ。何々やにとか言わないよね、多分。俺これは抜けたわ。俺、方言基本的に抜けないけど、なんとか、ヤニーとか、これね、抜けた。これ言うとね、高確率ネットのやつに、ヤニー？ヤニー？え、ヤニーつった？って馬鹿にされるからね、抜けたわ、これ。これマジで抜けた。何々しようにーとか、しようよ。そうだよ、とかが、そうヤニー。ヤニーって言うよ。あ、行こうにーとか、やろうにー、しようにーとか言うよ。これは抜けたよ。ネットでバカにされる。もうバカにされる、バカにされる、これ。凄まじかった。やんでもだいぶよ。しやんやんとか言ったら、やんやん、やん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 。めっちゃバカにされるけど。にはバカにされたね、よく。やんは関西圏普通。あ、でも、やんをさ、何々やんとかは多分関西圏普通でしょ。しやんやん。いや、やんが2個あるんよね。やん2個連なるのは確か関西圏普通じゃなかったはず。なんだかんださ、方言がある地域ってさ、なんか結局なんかこれどこの方言やねんみたいなのさ、周りからなんか仕入れてきて、なんか周りに広まって当たり前に変わってかん？俺もだって、三重県だけの方言じゃないもん。多分なんかいろんな混ざってる。でも2は、何々しようにとかは、三重県です、これ。This is 三重県。三重県オンリーかな。これだけはマジ三重県なんじゃない？地元の友達に変わっちまったなって言われない？あ、言われるんちゃう？今なら。多少なりともやっぱ受けてるからな、標準語の影響。あいつダニって言うよね。言う。俺のネットの知り合いが言ってたもん。なんとかダニって。で、俺がなんとかヤニって言ってたから、ダニとヤニよ、もう。もう漏れなく標的にされる。漏れなくバカにされるんやから、標準語の奴らに。ヤニとダニって。すぐ標的にされる。ねえ、もう、多分抜けると思うわ。この部分だけ抜けると、俺もごっそり落ちた、ここだけ。地元のやつと話しても、でーやんな。でーへんわ、多分。なんとかやにーって。なんか、不思議なねみたい。だね。いやね、ネットって方言マジバカにされるからな。漏れなくタコ殴りにされるから。いや、もうマジやにって言われる。だから、俺はもう封印しました。ネットでもやっぱ、いっぱいおるんちゃう？抑えてる人、方言。俺は抑えられないっていうか、標準語が。やっぱどうしてもな、子供の時の価値観の標準語はなんかテレビの中とかアニメのキャラクターとかが喋るイントネーションっていうその価値観がやっぱ子供の時にガチン生まれちゃってるから、抜けやんのよな。わかるやに、使い方はもう終わってる。0点。一旦終わってるわ。それやに好きな人やね、ただの。完結した後にやにつけてるもん。
やけんって使う。いや、使わん、使わん、使わん。やくもべに。やくもべに。あれ、方言？あれ、方言か。ベニーのところ方言か、あれ。あ、方言や。やくもやに。やくもやにさん？やにって。何々だよーって言えるからね。このコメント拾うな、やめとこう。結構おもろすぎるやつだったけど、ちょっとやめとくか。そうだから、この方言はね、消えるべくして消えたわ、俺の中から。やっぱ漏れなくこうやってね、ヤニって言われるから、三重県民のみんな気をつけろよ。ネットで VC するとき、ヤニって言ったらタバコの方のヤニって言われるからな。気をつけろよ、マジバカにされるからな。バカにされても別に反論することないからな。なんで反論したらいいのかもわからん。気をつけろよ、三重県民は。トリマさん三重県の？俺三重県よ。もちろん三重県よ。もちろんも意味わからんけど。三重県民やけどあんまし使わんくない。三重県の場所によるな。三重県でも標準語のところもあれば、え、マジ市がちょっと違うだけで標準語やったりとか、なんかもう、俺でもな、いまいちなんて言ってるかわからん言語話してる人とかもおるしね、三重県。俺のおばあちゃんの周りの人とか、たまになんて言ってるかわからん時あるもんな。三重何やる？伊勢神宮。三重何ある苦しいな。鈴鹿サーキットは結構よ。長島スパーランド。島スペイン村。島スペイン村はもう、何億回行ったか。行ったかというか、行くしかなかったか。何億回と。ワクワク感もないぐらい乗ってるんやから、俺乗り物。島スペイン村。島スペイン村楽しくないだろ。いや、めっちゃおもろいで。え、すごい、島スペイン村。ガチ人おらんで。本当に。あのサイズで、あんなに人おらんのすごいなってレベル。本当にびっくりするよ。本当に。やばい。マジでびっくりする。いまいち多分想像つかないでしょ。なんか、ユニバーとかディズニーとかのさ、遊園地といえば、みたいな、あれが出来上がってるやん、多分みんな。島スペイン村、マジで人おらん。並ばない。もうガチで並ばない。乗り物に。でもおもろいんだ。従業員どういう気持ちなんやろ。どんな気持ちなんやろうね。でもなんかまったりしてていいんじゃない？従業員になりたいわ、俺、島スペイン村の。なんかまったりしてて、のびのび働きそうでめっちゃ楽しそうやけどな。ナバナ行ったことない、俺。なんかやっぱね、やっぱわかんないよ、ガキには。今でこそ、興味あるけど。やっぱそん時のね、クソガキのダルマイズゴッドにはわかんない、良さが。あれと一緒やね。小さい頃鍋好きじゃなかったんやけど、18ぐらいから鍋がどんどん好きになってきて、今めっちゃ好きなんよ、鍋。そんな感覚やね。やっぱ小さい頃はよくわかんない、鍋の良さは。どんどん年取ってくるとなんか良さが分かってくるみたいな。そんな感じやね。ナバナもそう。